こんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、関節が硬くなったり、節々が痛くなってしまう、その本当の原因と、それを解決する運動方法っていうのをご紹介していきたいと思います。まあ年齢とともに、そして寒くなるとですね、関節硬くなったり、節々痛いっていう方とっても多いんですけど、こういった痛みにはちゃんとした原因がありまして、その原因の一つはですね、関節の栄養不足なんです。この関節というのはですね、ちょっと特殊で、筋肉とか、臓器とか、まあ、神経というものは、血液から栄養をもらってるんですね。まあ、なので、血流が上がれば上がるほど、しっかりと栄養が行き届いて、筋肉も活発に動いてくれるんですけど、関節というのはですね、実は違くて、こちらですね、関節の構造のお写真になりますが、関節というのはですね、関節包という膜に包まれて、守られて、そして内部には、滑膜というね、ちょっと薄い膜でさらに守られて、その中には滑液、まあ、関節液とも言うんですけど、滑液によって液体がこう充満してて、そして、軟骨がこう守られる。で、滑るように滑らかに関節が動いてくれます。もちろん関節というのは動かせば動かすほどすり減ってダメージが蓄積されるんですけど、この滑液というものから栄養をもらって、そして傷ついたとしてもすぐ修復されるんですね。そしてこの滑液に満たされているのがヒアルロン酸とかタンパク質という物質がしっかりとこの中にいっぱい満たされているんです。そして薄い膜、滑膜からですね、こういった滑液が染み出て関節に目いっぱい染み渡ってくれるんですけど、関節を構成する組織に染み渡るためには関節運動をしっかり行うことで栄養が隅々まで行き渡るんですね。まあ、逆にですね、運動が全然少なくなってしまうと、しっかりと隅々まで栄養が届かないので、どんどん軟骨とかそういう内部の組織が硬くなってきてしまったり、摩擦が大きくなってすり減るダメージがどんどん強くなってきてしまう。これらがまさに節々が痛いとか、歩いてて膝が痛いとか、こういった痛みにつながってきちゃうんですね。なので栄養不足というのはですね、実は運動不足でもあるんです。そしてですね、関節を動かすにあたって、例えば私はちゃんとウォーキングしてますよとか運動してますよっていう方いらっしゃるんですけど、実は関節を目いっぱい動かしてるかどうかが大事になります。肩関節で言うと、肩の関節というのは180度まで動くと言われております。こう横に開く運動も。そして膝の関節ね、もう正座できなくなっちゃったって方も多いと思うんですけど、膝というのはですね、こうやって折りたたむような、こう曲がる角度、これ130度まで曲がると言われてて、股関節はぐーっと、体に対して125度まで曲がると言われております。今見ていただいたように、こんなに深く曲げたり、こんなにですね、高くですね、股関節を曲げたりとか、可動域目いっぱい動かしてる人って結構少ないんですね。なので今日はですね、この関節液がしっかりと関節いっぱいに広がってくれるように、可動域目いっぱい動かす関節体操というのを今日はお届けしたいと思います。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、関節目いっぱい動かす関節体操を僕と一緒にやってみましょう。では、関節可動域を目いっぱい動かす関節運動を一緒にやっていきましょう。まず最初に肩の関節ですね。ちょっと引いた位置からぐーっと上にですね、腕を伸び上げてですね、しっかりと180度目いっぱい、可能な範囲動かしていきましょう。ちょっとね、こう屈伸を入れてあげましょうね。では20秒測りますので、20秒間自分のペースで動かしてください。では行きます。よーい、スタート。はい、ではですね、このようにしっかりと腕を引いた位置からぐーっと上にですね、伸び上がるように動かしていきましょう。さあ、関節のこの肩の関節目いっぱい動かしてあげましょう。はい、上に伸ばしていきます。さあ、もうちょっと。はい、 OK。 さあ、そしたらですね、今度は横にぐーっと開いて回していきましょうか。そしてまた内回しというふうに大きく回していきます。これもちょっと屈伸に合わせてやっていきましょう。ではいきます。よーい、スタート。はい、ではこのように大きく回すようにですね、肩の関節可動域を目いっぱい動かしていきましょう。さあ、これでですね、肩の方を大きく動かして関節液をしっかりと隅々まで届けられるようにしていきましょうね。はい、 OK。
さあ、そしたら肘と指の方もしっかり動かしていきましょう。しっかりとぐーっと肘を曲げた時にグー、前に伸ばした時にパーにして、グーパーグーパーと大きく動かしていきましょう。では20秒いきます。よーいスタート。グーパーグーパーとしっかり肘を曲げて伸ばしてと、指の方も握って開いてと、大きく動かしてあげましょうね。このようにですね、曲げて伸ばすを大きく動かしてあげましょう。さあ、しっかりと開いて、はい、OK。さあ、そしたらですね、足の方を動かしていきます。足の方はちょっと座っていただいていいですかね。はい、ではですね、膝の関節、股関節を目いっぱい動かしていきます。このようにぐーっと自分の方に引きつけて、特にですね、かかとのお尻に近づくようにすねの方を引っ張ってあげましょう。ここから前に伸ばす。しっかりとかかとお尻に引きつけて前に伸ばす。これをですね、20秒間動かしていきます。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではしっかりと伸ばして、すねを引っ張って、かかとお尻に近づけていきましょう。もちろん膝がもうすでに痛い方、お怪我されている方は可能な範囲で OK。さあ、このように関節を目いっぱい動かして、しっかりと関節液をね、満たしていきましょう。はい、 OK。 では今度反対側いきますよ。よーいスタート。はい、ではしっかりと目いっぱい曲げて伸ばしてと、ぎゅっとしっかりと膝を曲げていきましょう。さっき申し上げたように130度までしっかりと曲がるはずですからね、痛くない範囲で、動かしていきましょう。痛い方は徐々にね、曲げられるようにしていきましょうね。無理なく行っていきます。はい、 OK。 さあ、そしたら今度はももをお腹に近づけるように股関節をしっかりと目いっぱい曲げていきましょう。今度はお膝をぐーっと引っ張ってあげると、近づけやすいです。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、では、しっかりと、ぐるっと伸ばして、曲げてを繰り返していきます。そう、曲げて、伸ばして、曲げて、伸ばしてと、しっかりももをお腹に近づけていきましょう。さあ、しっかり関節を動かしていきます。はい、OK。では今度は反対側ですね。いきますよ。よーい、スタート。はい、ではしっかりと曲げて、股関節をぐーっと曲げて伸ばしてと動かしていきます。このようにですね、曲げた時にちょっと股関節痛いという方は無理しなくていいですからね。自分のこう引っ張れる範囲内で OK です。はい、OK、戻しましょう。はい、ではですね、今度は足を大きく開いて、膝を外に押しながら体を前に。そして、膝を閉じて体を前にと。開いて、閉じての動きをしていきましょう。では、こちらも20秒間いきますよ。よーい、スタート。開いて、はい、閉じて。しっかりと膝を外に押してあげましょう。この動きに合わせて、ちょっと体も前屈してあげると、しっかりと股関節周りが動いてきます。さあ、このようにしっかりとですね、関節を大きくぐっと開いてあげましょう。はい、OK、ストップします。では最後は足首ですね。ちょっと深く座っていただいて、そして足先をぐーっと自分の方に引っ張って前に倒す。引っ張って前に倒す。まあ、パタパタ動かすようにしていきましょう。無理しすぎちゃうと釣りそうになっちゃうので、無理のない範囲でやっていきましょう。では、20秒目いきます。よーい、スタート。反らして倒す。反らして倒すと。パタパタ、パタパタパタ。足首をなるべく大きく動かしてあげましょう。さあ、これでしっかりとですね、足の指もね、ぐーっとパーにしたり、グーにしたりと、少し指も一緒に動かしてあげましょうね。はい、OK、ストップしましょう。はい、このようにですね、関節を目いっぱい大きく動かす関節体操を行っていただきました。
このように関節が目いっぱい動くことで関節液がですね、関節組織全体に広がって栄養がしっかり行き届いて、滑りが良くなる、そして関節も修復されていつまでも元気な関節でいられるようになるわけなので、しっかりとこのように大きく動かしてあげてみてください。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどんご紹介していきたいと思います。僕の過去の動画でですね、体をしっかりと柔らかくする筋肉をしっかりほぐすストレッチとかもたくさん紹介しておりますので、しっかりと体を整えたい方は良ければ過去の動画もご参照ください。この動画の最後におすすめ動画がクリックできるようになっておりますので、良ければ一番最後もご確認ください。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆様、お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護坊チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。